ああ、どっから出たらいいんだ。はい、書いたね。よいしょ。これでありまして。こっちでいいんかな。こっちでいいのかな。やべ、足が。ああ、こういう感じ。駅からはさっきのね、美術館はちょっと離れてましたけど、はい、ここは確か本当に駅からすぐ近くだったはずなんで、京都文化博物館で丸立て、あ、違う、逆だ、こっちだ、左右逆になってる、頭の中で。待てよ、丸太町やか、丸太町やで、こっちか、こっちか。あぶねえ。出口じゃ間違えてんだね。ねえ、原島通り。ってことはそっちの奥にあのおしゃれな餃子の王将があるあたりか。これで、こっちですね。よいしょ。はあ、あ、2番手入り口になって。そうか、地図の感じ逆に読んでた。ここか。京都インターナショナルワンサンミュージアム。ここだ。へえ。だ、漫画あったですね。なんか一番。じゃあ早速中見ていきましょうか。よいしょ。この中に全部パネルとかも中にあるみたいですよね。よいしょ。まあちょっと見てきましたけど、いやー、やっぱりすごい人ですね。結構やっぱ海外の人もあれですよね。あれなんですね、場所としては元々なんか小学校、明治時代に作られた小学校をなんか使ってやってあるみたいですね。すごい立派な建物でしたね。で、時間が言うて、あ、ちなみにグッズは残念ながら、全く買えなかった。完全売り切れでしたね。さあ、ここからどうしようかな。一旦、
今のうちに四条河原町に行っちゃっとくか。よいしょ。